エア遊具、エア遊具とは子供を対象とした空気で膨らませた大型遊具の総称である。主に地域のファミリー向け祭イや子供対象のレジャー施設等で使用され、ふわふわと呼ばれる。同様のエア遊具に、ふわふわ、ふわふわがあるが、こちらは登録商標である。空気膜造形の一種で、構造は常時送風式の空気膜構造であり、 材質は薄くて柔らかく機密性の高い布地で、かつ、引き裂けにくい強靭さと、風雨や紫外線への耐久性が求められるため、テントシート用、布地、ターポリンなどが用いられている。エア遊具は子供を遊ばせる空間の大気圧によって、以下の2種類に分類することができる。大きなエアマットの上部に接続された、空気で膨らませた巨大なキャラクター形状等の、 空気膜造形の中に子供たちを入れて遊ばせるエア遊具。空気膜造形の中は外部の空気よりほんのわずか加圧されている約1.02気圧状態だが人体には全く影響ない程度である。子供たちが遊ぶところは空気膜造形でできたドームの中であり外部とはほぼ遮断された状態。風雨など外部の気象の影響は内部に及ばない。 ドーム全体が加圧されているので、ドームの形状、サイズによっては床面であるエアマットがドームの圧力に押されて地面に対して反り返ってくる現象がある。この現象を放置するとエア遊具全体が左右にぐらつき、大変不安定になる。その現象が起こらないようにドームタイプのエア遊具はエアマットの周囲に重しを接続したり、地面に杭などで固定したり、 何らかの安定させる処置を施さなければならない。出入り口を開けると気圧の差により内部から空気が放出されて強風が吹いている状態になる。遊ぶ子供たちの出入り以外の時は気圧の差を保持するため出入り口は常時塞いでいる必要がある。出入り口が開いた状態のまま放置するとドーム内部の空気は大量に放出され。 ドームがしぼみ、中で遊んでいる子供に覆いかぶさり危険な状態になる。そのため、運用に際しては、出入り口の開閉を管理する人間が常駐する、必要がある。大きなエアマットの上で子供を遊ばせるエアユーム。ドームの中には入らないので、遊ぶ空間は、外気圧と同じ。平らなエアマットでわずんで遊ぶ、形状以外に、滑り台のように滑って、遊んだり、 トンネルをくぐったり、キャラクターに乗って遊んだりと様々な用途に作られたエア遊具がある。屋外で使用する場合、風雨や日照の影響を受けるので屋根がついたエア遊具もあり、見た目がドームタイプのように見えるものもある。屋根を支える中上構造を必要とするため、ドームタイプに比べて内部区間は狭くなる。屋根がないエア遊具を家屋外で使用する場合、 日照で表面材質のターポリンが熱を持つ。中に入って遊ぶ場合は、基本的に靴を脱いで遊ぶことになるので、エア遊具は木陰など日の当たらない場所で運営するのが望ましい。階段と滑り台部分が主となる、オープンタイプのエア遊具は総称として、スライダーと呼ばれている。基本的な注意事項はドーム型、オープン型と同じである。 大人まで楽しめる大型サイズのものや、水を流して、ウォータースライダーとしても、使用可能な間質量用のスライダーもあり、屋内のイベント会場のほか、遊園地、会場や、海水浴場の砂浜などに設置されている。公園や遊園地などに、工場的な建築物として設置され、ドーム状のシートの上で飛び跳ねて、遊ぶことができるトランポリン状の遊具は、ふわふわ、 ドームと呼ばれるエア遊具の一種、空気膜構造遊である。エア遊具は遊ぶ面積に比例した適正な定員があるが、子供たち自身が弾んで遊ぶ、体を使った体育的遊具である。性格上、子供同士がぶつかり合っての事故が発生する場合がある。可能な限り、事故を未然に防ぐために保護者や管理者が注意を払う必要がある。 開発元の欧米においてもエアーグの普及に伴い、事故や子供の怪我が増加しており、日本国内においても、全国で事故が相次いだことを受け、消費者庁はそれまで、既存の法律の枠組みに当てはらなかったエアーグに、対して消費者安全法に基づき、使用指針を策定する方針を決めた。2011年1月31日に消費者庁より、 エア遊具の事故防止に関する地方公共団体及び関係事業者に対する要請と題した通達が関係機関、団体に出され事故を未然に防ぐために安全に配慮した構造、使用の製品を安全基準に基づいた運営で使用、実施することが求められている。空気膜造形であるエア遊具は事情が軽く屋外の風の影響を非常に受けやすい。 重し役員などによる固定が十分でなかったことに、起因する強風や突風による事故が各地で発生し、ニュースとして取り上げられている。そのため、エア遊具の運営においては十分な固定と、強風時には使用を休止、中止するなどの判断、天候状態の考慮が必要である。エア遊具は布地と空気で構成されていて、常時空気を送り続けて、形状を維持している。 空気膜構造である。空気を供給する。電動送風機が止まったり、空気吸い込み口にビニールなどのゴミが貼り付けなどして、空気の供給が止まると、エア遊具は徐々にしぼんで形状を保てなくなり、利用者が転落する恐れがある。また、送風機に直接触れたことによる事故も発生しているため、送風機に人を近づけないようにするなど、安全管理にも十分注意する必要がある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。